三菱、レーシングランサーは三菱自動車がダカールラリー参戦を目的に開発したクロスカントリーラリーカーである。1983年よりパジェロでダカールラリーをはじめとするクロスカントリーラリー競技に参戦してきた三菱は2008年のダカールラリー参戦体制発表の場で2009年よりクリーンディーゼルを搭載した新型車両で参戦することを明かし、 2008年7月にレーシングランサーを公開した背景にはレギュレーション上有利なディーゼルエンジンを採用する競合の性能向上にガソリンエンジンで対抗することが難しくなっていることパジェロの反則として始まったダカールラリー参戦が CI 活動に変化していたことがある車両開発は2007年8月に開始され2008年6月に1号車が 完成した。その後フランス、スペイン、モロッコでのテストを経て、2008年10月の FIA、インターナショナルカップクロスカントリーバハ第6戦、バハポルトガルで実戦投入、続いて2009年のダカールラリーに参戦した。ダカールラリー終了後、三菱はワークス活動の終了を決定した。FIA グループ T1 に準拠したプロトタイプで、マルチチューブラーフレーム、 フロントミッドシップエンジン、ダブルウィッシュボーン式サスペンション、4輪、駆動システムといった基本構成はパジェロエボリューションから踏襲する。外装は CFRP 製でランサースポーツバッグをモチーフにし、空力性能を向上している。ルーフ上にはルーフ幅いっぱいに確保された大型のエアインテークを備え、リアハッチ内に設置されたインタークーラーに冷却風を導入する。 スチール製、マルチチューブラーフレームの写真は、新規に設計し直された。2010年試行の規定変更に対応して、パイプを体系化し、ホイールベースを、パジェロエボリューションより 125mm 延長している。ホールベースの延長によって生じたスペースを利用して、床下燃料タンクの搭載位置を低下させ、スペアタイヤの搭載位置を中央に寄せることで、 低重心化とマスの集中化をさらに推し進めた。ディーゼル化による燃費向上により燃料タンクの容量をパジェロエボリューションより10%減らしている。搭載するターボディーゼルエンジンの開発にあたってベースに適当な量産ディーゼルエンジンを持っていなかった三菱は 6G7 ガソリンエンジンをディーゼルエンジン化するという手法を取っている。開発は2006年4月に開始し、 当初は2008年のダカールラリーに投入する予定で進められた。2007年6月からパジェロエボリューションに搭載して走行テストが行われ、2008年にハイルとダカールシリーズなどに同エンジンを搭載したパジェロエボリューションを投入し実践テストを行った。下級機は三菱重工製の大小2つのタービンを組み合わせた2ステージターボを2組搭載して、 ツインターボを構成する。FIA インターナショナルカップクロスカントリーバハ、ダカールラディー・ミツビシは4台のレーシングランサーを投入。第1ステージでマスオカがエンジンプーリーを固定しているボルトの接損を起因としてエンジンを損傷し、修復できずリタイア。第6ステージでアルファンが小ドライバーの体調不良によってリタイア。第7ステージでペテランセルが エンジントラブルでリタイアし、ロマだけが総合10位で、完走、8連勝、通算13勝の連勝、通算優勝記録更新はならなかった。ステージベストは第13ステージの1回だった。ダカールラリー JMB ストラダーレが、三菱のクロスカントリーラリーチームを運営していた MMSPSAS を買収し、ガソリンエンジンに完走した5台のレーシングランサーを参戦させた。 カルロス・スーザの総合6位を最高位として前者が、感想した。ありがとうございます。